航空総隊とは、航空自衛隊の戦闘機部隊及び、校舎部隊、警戒管制部隊などの防空戦闘部隊を一元的に指揮、統括している組織である。航空総隊司令官が指揮をとっており、防衛大臣から直接指揮監督を受ける。航空総隊司令部は、横田飛行場に所在する。有事の際は、戦闘機部隊、校舎部隊及び、 各地のレーダーサイトなどとリンクしたシステムによって航空総体司令官が部隊の指揮を取る。司令官、副司令官は空将である。ミサイル防衛では航空総体司令官が内閣総理大臣及び防衛大臣からの弾道ミサイル等の破壊措置命令や防衛出動等の行動命令を受けた場合は海上自衛隊のイージス艦をも含めた BMD 統合任務部隊の指揮官を兼務する。これに関連し、航空総隊司令部は2011年7月1日に、航空総隊副司令官職を新設したほか、アメリカ軍との防空、ミサイル防衛の情報共有、連携強化を通じて、実質的な防空作戦能力の向上を図ることを目的として2012年3月26日に、 府中基地から横田飛行場内に移転完了、運用開始した。横田の司令部庁舎は、アメリカ第5空軍司令部庁舎と隣接し、地下連絡通路のほか、共同統合運用調整所も設置される等、日米の連携強化が図られている。偵察航空隊を廃止。警戒航空隊を警戒航空団に格上げ。航空方面隊の配置航空総隊司令部庁舎。 ありがとうございます。